こんにちは、ナレーターの染香です。ふとした瞬間にそれまで気にしていなかった女性のことを意識してしまった経験はありませんか？一般的に女性が男性を好きになるには時間がかかると言われています。しかしちょっとしたことで恋に落ちてしまうこともあるのです。男性も女性も誰かを好きになる瞬間や好きになる過程には何かしら理由があります。恋に落ちるタイミングやきっかけを知っていれば、気になるあの子に自分を意識してもらいやすくなるかもしれませんよ。詳しく見ていきましょう。1、優しさを感じた時。優しい男性が嫌いという女性を見たことはありませんよね。特に女性は自分の話を聞いてほしいという気持ちが強い生き物。悩んでいることなどを男性が親身になって一生懸命聞いてくれると、その優しさにキュンとしてしまうのです。気になっている女性から相談されたり、悩みを打ち明けられたりしたら距離を縮める大チャンスです。相手の話を最後までよく聞いて否定しないことがポイント。よく聞くことに徹して優しさをアピールすれば、女性はあなたを彼氏候補にしてくれるかもしれません。2、ギャップを感じた時。普段ジーンズなどのボーイッシュな服装をする女性がスカートを履いてきた時に急に異性として意識してしまうことがあるように、女性も男性と同じようにギャップに弱い一面があります。例えばこわもての男性がペットを可愛がっていたり、子供やお年寄りに優しかったりすると、その意外性に惚れてしまうなんてことはよくあるものです。普段からみんなと明るく楽しく接している男性は、仕事をテキパキとする姿でアピールしてみたり、クールな男性はたまには自分を解放して無邪気に笑ってみたり、意中の女性がいる男性はギャップをアピールしてみましょう。そのギャップが大きければ大きいほど、女性は普段と違うあなたの一面に女心をくすぐられるのです。 3. 男性の笑顔を見たとき。笑顔って素敵ですよね。ふとした笑顔で恋に落ちた、こういう経験のある方も多いのではないでしょうか。男性はもちろん、女性だって異性の笑顔には弱いのです。笑顔がきっかけになって男性を好きになることは多々あります。表情が豊かだと男女問わずつい目を奪われてしまうものなんですね。笑顔だけでなく、怒っている顔、悲しんでいる顔、照れている顔、いろいろな表情があなたの魅力をより引き立ててくれます。好きな女性の前だと緊張してつい固い表情になってしまうという男性は多いかもしれませんが、彼女と一緒にいる時間を楽しむことこそが大切なのです。愛情を持った笑顔を彼女に向ければ、彼女の感情も同じように動くかもしれませんね。4、さりげなく気遣ってくれた時。女性は自分を大切にしてくれる男性、自分のことを守ってくれる男性を好きになります。だから気遣い上手な男性は女性にモテるのです。そして気遣いはこれ見よがしにするのではなく、さりげなくするのがポイント。ドアを開けて女性を先に通したり、道路を歩くときは車道側を歩いたりしましょう。冷房が効いた室内で寒そうにしている女性に、寒くない？と声をかけたり、上着をかけてあげたり、エアコンの温度を調整してあげたり。照れくさい気持ちもあるかもしれませんが、レディーファーストを常に心がけましょう。自分にできる範囲で相手に尽くしたり、サポートすることがさりげない気遣いと言えます。女性に対して決して見返りを求めてはいけません。何かお返しをしてほしいなんていう下心が見透かされると、恩着せがましい行為になってしまいます。あなたの気遣いを無駄にしないためにも、マインドはとても大切です。 5. いい香りがした時。女性の方が男性よりも匂いに敏感だと言われています。女性の方が香水や部屋の香りにこだわったり、アロマセラピーが好きな人が多いのはそのため。女性の嗅覚が敏感であることにはたくさんの説がありますが、一つには、女性は匂いで自分の子孫を残す時の相手を本能レベルで見分けているという説があるんです。だから体臭や口臭がきついなんてもってのほか、恋のチャンスを台無しにしてしまいます。匂いに無頓着な男性が多いからこそこだわりがいがあります。意中の女性がいる男性は
良い香りがする柔軟剤や香水を使いましょう。ただし、つけすぎには注意してくださいね。6. 一緒に食事をしているとき、食事の時間を一緒に楽しめるかどうかは、女性が恋人を選ぶときにとても重要なことです。お付き合いや結婚するとなれば、食事の時間は何度でも訪れますから、デートの際はそこに喜びを見出せるかどうかを探っています。食の好みが合うのが一番ですが、必ずしもそうではないですよね。だからといって諦めないで他の部分で挽回すればいいんです。ここでもやはりさりげない気遣いが効いてきます。お水が空になったのを見て注文をしてくれる、化粧直しに立った際お会計を済ませておいてくれる、自分から店員さんに注文してくれたり、あれこれ要望を伝えてくれる、スマートに女性をエスコートできる男性にキュンとしてしまう女性は多いです。一緒に食事を楽しめる男性とのデートは今後も美味しいところに連れて行ってくれそうな期待が持てますよね。さらに、きちんとした食事マナーが身についていれば、しっかりした印象を与えることができます。7. 自分の内面を見てくれた時、顔がタイプと言われて嬉しくない女性はいません。しかし恋人に、自分のどこが好きで付き合ったの？と尋ねて、顔が好きだったからと言われたらどう思うでしょうか。外見を褒められることは嬉しいものの、やっぱりそれだけでなく、トータルで好きだと言ってもらえるのが一番です。外見ばかり褒めてくるような男性を女性はあまり信用しません。体目当てだと感じてしまう人もいるくらいなのです。特に普段から可愛いとか美人などと言われ慣れている女性に、他の人と同じような褒め言葉を送ってもあまり効果はありません。そういった女性ほど自分の真の姿を見てくれる相手を探しているんです。意識して女性の人間性だったり性格だったり内面を褒めてあげましょう。 8. 母性本能を感じた時、母性本能とは、母親が子供を持つことで守る、育てる、見守るといった、この成長を支えるために備わっている感情です。女性本能を感じる時、女性の心はじんわりと温まり、何とも言えない幸福感に満たされます。本来は我が子に対して抱く感情ですが、恋愛においても母性本能が動くことがあります。成人していても未熟な面を持つ男性の一面を目の当たりにすることで、女性の脳は錯覚を起こし、守ってあげたいと強く思うことがあるのです。少しやんちゃで子供のように好奇心が旺盛な男性、会いたい、何してるの？とメールを送ってくるような寂しがり屋のかまってちゃん、身の回りのことができないなど、ちょっぴりダメ置き質を兼ね備えている男性、小さな子供をドキドキしながら見守る母親の心境に近くなり、母性本能をくすぐるのです。母性本能の敏感な女性は、彼は私がいないと何もできないからと、我が子を愛するように、そういった男性にのめり込んでいきます。しかし、あまりにも無謀すぎたり重すぎたりすると呆れられてしまうこともあるので注意が必要です。 9. 清潔感のある服装。デートに行くときは適当な格好で行ってはいけません。女性に、私に気がないのかなと思われてしまいます。特段おしゃれである必要はないのです。大事なのは清潔感。手入れされた服、ジャケットなど清掃に近い服装、落ち着いた色合いの服を選べば間違いありません。サイズが合っていることも、きちんとした印象を与える大事な要素です。この人の隣を歩くのは恥ずかしいなと女性に思われることがないよう、清潔感のある服装を心がけましょう。逆に言えば、あなたの服装が女性の好みのスタイルだと気に入ってもらえる確率がぐんと上がるということ。手抜きをせず、大事な要素だと思って自分なりにファッションの勉強をしてみても楽しいですよ。 10. 頼もしい姿を見たとき、基本的に女性は男性に守られたい生き物です。男らしさに惚れるのはそのため、そばにいて守ってほしいという欲求は誰もが持っているものです。彼女が困っているときには積極的に助けて、男らしい一面を見せましょう。職場でトラブルに巻き込まれているようなら、スマートに解決してあげたり、何か悩み事を抱えていそうなら、優しい言葉をかけるだけでも男らしさを感じてもらえます。
反対に普段温厚な人がこぞという時に乱暴な言葉遣いになった時に感情を揺さぶられることもあります。普段は異性として見ていなかった相手の力強さを見たり男を感じさせられてしまった瞬間に恋に落ちることがあります。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。